はい、今回なんですけど、急遽某上場企業に呼び出されました。多分皆さん、上場企業イコールすごいと思ってるかもしれないですけど、別に上場してるからすごいってわけじゃないんですよ。上場企業もピンキリで、儲かってる会社や潰れそうな会社もあるんで、ぶっちゃけ大したことないんですよね。もちろんすごい会社あるんですけど。ただ、今回の会社は僕もちょっと一目置いていて、実は YouTube 業界にもちょっと親和性のある会社なんですよ。だから、ちょっと僕、その会社について物申してしまって、まあ別に物申したこと何も悪いと思ってないんだけど、ただそこに対してちょっとやっぱ意見があるっていうことで、こういうご縁をいただいてます。ちなみに僕がやっていた業態と近しい業態なんで、実際そうどういうビジネスをしてるのかも含めて、ちょっと聞いてみたいなと思います。なるほど。はい。まあでも今回ね、呼び出されたんで、まあのこのこ来たんですけど、まあ僕も経営者なんで、譲る気ないっす。言いたいことはっきり言うし、おかしいと思ったらバチバチ言うんで、全く聞く気がないんですけど、せっかく呼んでもらったんで、まあ、ちょっと話聞いてみたいなって思います。行きましょう。行きましょう。はい、どうもこんにちは、ロコンドの田中です。なんか受付の電話するじゃん、はいはい、俺いつも自分でやったことないんだよね。これもう社員にやってもらってるからさ、秘書とか社会人1年目みたいなことやりますか。一回もやったことないけど。あ、どうもお世話になります。本日お約束させていただきました。お願いします。はい、すいません。できたできたね。社会人できた。あ、どうも。よろしくお願いいたします。お願いします。田中すでにおりますので、ご案内いたします。はい、おしゃれ。うちの社員に見習わしたいです。すごい、おめちゃくちゃ、なんか空いてるの。どうも、はじめまして。あ、よろしくお願いします。今日はこれ社長にお会いしてるので、すあのビジネスマンっぽくしようかな。はい、これで。いえ、はい、ということでロコンドさんの事務所にお呼ばれいたしました。よろしくお願いします。お願いします。はい、なんかちょっと気まずいんですけど、あれちょっとこの間動画出されてたんで、はい、はい、僕もそんな悪く言ったつもりはないんですよ。うん、意見をちょっとごめんなさい、ちょっと言わせてもらって、いやだから全然あの青汁王子が悪意ないってことも十分分かってるんですけど、はい、まああれからこうキャッチボールもあって、はいはいはい、まあ僕もまあそういった意味で青汁王子のちゃんとこう考えをちゃんと聞きたいと思ったので、はい、で結構青汁ヒルズも近いっていうから、はい、はい、そうですね、近かったです結構。でもせっかくなんでね、僕のチャンネルで今これまあ動画撮らもらってるんで、はい、じゃあ田中社長の話もちょっと聞かせてもらいたいんですけど、はいはい、そもそも社長今おいくつなんですか。僕はつい最近41歳になりましたね。なんかちょっと僕ネットの噂で見たんですけど、はい、なんかすごい優秀な経歴をお持ちなんですよね、まあ、こうエリートっていうか、優秀っていうか、そうですね、いわゆるまあ典型的なエリート街道というか、あの私立の中高で東邦っていうエリートを持ってたんですけど、はいはい、ここ行って、はい、でそこから一橋大学、あの国立のとこ行って、はい、でそこからのマッキンゼっていう、マッキンゼ、はいはいはい、外資系の経営コンサルティングで、ということはの DNA の創業者の南波さんとか、うんうん、はいはいはい、結構たくさんいるんですけど、はい、優秀な方が、はいはい、わかります、そこに会社に入って、うん、でしかもその会社でこれすごい言い方悪いんですけど、はい、ハイスピードで昇進して、でもうその時イケイケだったんですよ、はい、でイケイケだったんですけど、うん、なんかやっぱじゃあ例えば青汁王子から見て外資系経営コンサルタントでイケイケでこう鼻高々なやつって、うん、あんまかっこよくないですよね。いやでもこれはリアルに僕はそういう畑にいたことがないし、そもそも中、うん、まあ、ほぼ中卒みたいなものなんですよ、まあ、一応ギリ高卒なんで、はい、だからなんかちょっとすごい憧れはありますよね。なんかこう恵比寿とか行ってモテそうじゃないですか、すごい。確かにOL とかでめっちゃモテそうだなって。恵比寿六本木ではモテるんですけど、はい、そうですよね。でただ僕もその価値観がやっぱこれおかしいなと思ったから、はい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 、そのと後に僕は UC バークレーっていうのは MBA、はい、あの経営修士号を取りに2年間アメリカ行ったんですよ、はい、ただシリコンバレーがすごい近くて、はい、でシリコンバレーってあの企業の政治というか、うん、もういろんなベンチャーの立ち上がってて、あの場所にいるとやっぱ青汁王子みたいなやっぱリアルに事業を作ってるやつが偉いんですよ。でそういう価値観が僕初めて受けて、うんうんうん、外資系コンサルでこう鼻高々で恵比寿と六本木飲んでる自分ってかっこいいなと思って。あ、そういうことが要は、はい、あれですよね、すごいキャリア的にはすごい、まあ、偉いというか成功してるけども、はい、別に自分で事業を作ってるわけじゃないし、はい、うん、まあ、いわゆるこう言ってしまえばサラリーマンだってことですよね。そこの枠から超えられないと、はい、しかも経営コンサルタントって基本的にはこの会社にこうなんていうか経営指導というか提案するんですけど、うんうん、提案書を書いて終わりなんですよ、はいはいはい、あんまなんか自分の中ではそれっては特にアメリカ行くと提案だけして終わってお金もらえるか、まあ、仕事っていいんだけど、なんかちょっとこうリアルにこう作ってる感じがしないというか、なるほど、かっこよくないなってのはありました。年収どんぐらいだったんですか、それマックス。その時知れてますよ、25歳ぐらいで1300
300万とか500万ぐらい、まあまあまあ、まあでも一般的に考えたら全然いいですよね、うん、でただそういったのは起業しようというかもう辞めようと思ったのがアメリカからこう帰ってきたんですよ、ねうん、で当時は29歳ぐらいだったんですけど、はいはい、で当時は年収が1000万後半ぐらい で、はい、でただあの地方のプロジェクト大阪とか名古屋とか、うん、あっちのプロジェクトが多くてこれホテルがリッツカールトンなんですよ、はい、リッツカールトンに僕週の7日中5日間住んでてそれともなんか29歳の、うん、まあ、青手老人も、ね、若いからあれかもしれないけど、うん、普通の感覚からすると週5日リッツカールトン でしかもこう食事 なんかもう何か使い放題、うん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 、でなんか嫌じゃないですか、うん、いいじゃないですかラッキーみたいな最初嬉しいですけどなんかこのままブクブクしちゃうともう戻れないというかなるほどなるほどここに慣れちゃうともう僕はダメな人間になっちゃうと思ってなるほどでそこからじゃあ起業しようと起業しようと思ってなるほどこのロコンドって会社って何年ぐらい前に作ったんですか？けどね、創業したのが11年前なんですけど11年前、実は僕って創業者じゃなくて、はい、あ、違うんですか？違うんですよ。で、この、ロコンドの親会社があったんですね、はい、昔ロケットインターネットっていう、ドイツのベンチャーキャピタル、はい、あの投資をする会社、はい、でそこがあってでロコンドがあってで当時創業者は3人いたんですよ、はい、3名いて3人いたんですね3人いてでこのドイツの会社がすごいイケイケで、はい、で創業した当時10億円投資したんですよ、はい、この10億円をこの3人が半年間で使い切っちゃったんです10億円投して伸ばせって言ったら大儲けして、はい、何に大儲けしたんですかあのねそれこそテレビ CM とかドカンとやったり、あの靴もすごい買っちゃってじゃあ業態的には今と同じアパレルスタートだったってことですよねあの靴も通販サイトから始まってそれがもう本当にやばい状況だったんです、はい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 、それこそ毎月赤字が1億円、はい、借金が確か10億か20億、はい、金がほぼない、はいで状況でただそのこのロケットインターネットの社長から、はい、ゆうすけ告げようと、はい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 、いう話があって、はい、そこらが創業から半年後に僕はまあ引き継いだみたいな要はあれですよね、まあ、救世主じゃないですけど立て直しに来たってことですよね立て直しに来たなるほどえその時株を持ってたんですかでその時最初なかったんですけど、はい、その上引き取った時に株もまあ僕が引き取って、まあ、今に至るというか、はい、でもそんな、ね、10億溶かした要は赤字でもうしょうもない状況だったんですよ、ね、最初はやばそこからどうやってこう上場するまで持っていくんですかいやだから結構ねだからそれこそあの前はもうかなり泥臭くて、はい、だからそれこそやっぱ、はい、まずは毎月1億円の赤字ってもうやばいじゃないですかやばいです毎月1億円の赤字で経営するって結構メンタルきますねでしかも口座銀行口座なかったんで、はい、支払いをもう払えませんっていうことも何回もあったしそんな苦労してるんですか何回もありますあとは倉庫うち倉庫あるんですけど、はい、トラックがこう囲まれて靴返せ靴返せって言われたりとか社長が怒られるんですかそう怒られるんです僕使ってないのに使ってないのに使ってないのにやっぱ救世主として手を挙げてるとやっぱ責任取んなきゃいけないじゃないですかなんでそんな会社やろうと思ったんですかそもそもそんな、ね、これもう話せば長いんですけど、うんうんまあ、一番多かったのが、まあ、その話ロケットインターネット社長から来る前に、はいはい、ちょっと僕も足突っ込んだんですよロコンドに、うんはいはい、だから創業者ないけど、はい、要は具体的に言うとロケットインターネットの次の会社を作ろうって話をしてて、はいはいはい、で次の会社を作る、まあ、練習として、ね、ロコンドの支援を立ち上げを手伝ってくれとで僕らが倉庫担当みたいになってて、で片足突っ込んでいたんで、だからこの創業者3人が辞めちゃったから、はい、もうユウスケに降りてきたと。その創業者3人は逃げちゃったんですか？まあ行かれる。そうなんだ。まあ、辞めちゃった。めちゃくちゃな状況からスタートしてるんですね。正直。僕だったら絶対やりたくないですね。普通やんないです。普通やんないです、ね。普通やんない。で普通やんないですけど、うんうん、まあとはいってもじゃあ10億円溶かしたってことは、はい、それなりにこうじゃあ CM を一応まあじゃあブランドイメージというか、はいはい、認知度も多少残ったし、あはいはい、まあゼロじゃない、はい。まあマイナスからのスタートかもしれないけども、多少なんかこう何とかすればいけるかなと思ったので、ブランドイメージ的な資産はあったってことですね。あ、そうです。なるほどなるほど。であとはまあ売れない靴もあったんで、はい、在庫も在庫もあったんで、はい、何とかすれば何とかなるかなと思って、はいはい、それこそもう結構そのお金を返しながら、はい、でそれこそ資金調達も結構まあずっと延々ともう 4,5 年やっててでそこからなんとか、損益分岐点持っていくまでに、はい、でも資金調達とコストカットしながら売上伸ばして、はい、なんとか5年目に黒字化してでやっとまあ上場したみたいなそんな感じ。じゃあその黒字化するまではどういうプロセスを踏んだんですか？なんかまあ競合もたくさんあったと思うんですよ、はい、上場できるまでこう利益出せたっていうのは、うんうん、どういう企業努力とか戦略を取ったんですか？ただまあ当時はゾゾタウンさんも例えば、うんうちはまあ同競合というかいらっしゃるんですけど、まだ靴そこまで強くなかったんですよ。でそういった意味で靴かける EC っていうのはまだこうなんか空いてるスペース、ホワイトスペースだったんで、少なくともちゃんとじゃあ広告投資とかをして、でちゃんと倉庫とかオペレーションを整えてやれば伸びるっていう状況ではあったんで、なるほど。ただそう重要なことはやっぱり損益分岐点が売上100億いかないと黒字にならないビジネスなんですよこれって。そうなんですか？そう、僕らがやってるビジネスって靴の通販であの返品とか交換無料だから、結構返品もまあまあ来るんですよ。やっぱ靴ってこうネットで、はいはい
はい、分かりにくいじゃないですか、はい、そうすると1個あたりの売上の利益率がすごい低いんですよ。100億いかないと儲かんないっていうまあモデルだったんで、はい、ただ少なくともちゃんと投資をすれば100億までいけるってことが分かったんで、はい、もう広告投資しながら100億までなんとか持っていきながらコストはカットして資金調達をしてやっとみたいな。で上場しやっとした、はい、上場した時やっぱり嬉しいですか。いやだからね、とりあえず青字王子から見ると、うん、なんで上場すんねんとかいうことも、まあ、あると思うんですよ、はいはい、でただ僕らからすると結構そこに至るまで、まあ、ベンチャーキャピタルからもう結構40億ぐらい調達したんで、はい、まあ、そもそも上場しなきゃダメ、まあ、なるほど、そうですね、株主の意向ってことですよね。そうです、株主の意向として上場するか、はいはい、僕らが要は M&A 買われるかの2択しかなくて、で僕としてはもうこのビジネスはまだまだ伸びると思ったんで、ん IPO でいきたいという話をして、でそこで一応許可ももらって、でただ上場するためにはやっぱ黒字化もしなきゃいけないから黒字化して上場したのはまあまあ嬉しかったっちゃ嬉しかったですね。やっぱなるほどね、僕上場したことないんでね、その気持ちが分かんないんですけど、しないですよ僕はしなくていいかなと思ってるタイプなんですけど、はい、まあ、でもまあ経験はないんでね、どういう気持ちか分かんないんですけど、うんうん、で僕はすごいなってちょっと実は思ったのが、はい、それこそヒカルさんとか、まあ、有名 YouTuber さんとかを起用して、はい、物をバーってこう売ってバズったじゃないですか、うんうん、株価もぶち上がったと思うんですけど、はいはい、僕あれがすごいなんかこう革新的だなと思ってて、うんうんうん、今までってこう普通の芸能事務所と契約して、まあ、いわゆるこう芸能人みたいな、うんうん、タレントみたいなのを作って物を売るっていうのがポピュラーだったと思うんですよ、うんうん、まあ、僕の業態もすごくそれよくやってたんですけど、はいはいはい、ただそれよりもやっぱ当然 YouTuber の方が今影響力あるし、うん、販売力というかセールス力があると思うんですよ、はい、うん、そこになかなかでも目をつけるのって企業って遅いと思うんですよね。あ、確かに。それをなんか先進的にこうやったのが僕すごいなって思ったんですけど、あれでもすごいそういった意味で、うんうん、褒めていただけるというか、はいはい、光くんもそうだし、はい、その関連してこう宮迫さん、まあ、当時いろいろ私があった、はいはい、宮迫さんを CM にするっていうのもすごいって言われたんですけど、はい、ただ実は僕も目をつけたっていうわけでもなくて、はい、そもそも僕それと光くんと会うまでは YouTube 見たことなかったんですよ。え、そうなんですか。見たこともなかったし、はい、やっぱり YouTube ってなんとなくお願いすると案件費が結構高いし儲かんないかなと思ったんですよ、うんうんうん、でそういった意味でもろもろ結構メインはデヴィ夫人のテレビ CM とかインスタグラムとかやってたんですけど、はい、まあ、たまたまそれこそ多分青汁王子もよくご存知の入江さんとの出会いもあって、でちょっとやってみませんかみたいな話があって、でやってみっかぐらい軽い感じだったんですよ、はい、で正直僕は話聞くまでは金と黒のバリの人ぐらいのイメージがなくて、でただちゃんと見てると結構動画はすごく再生も取れてるし、あ、これもしかしたらじゃあワンチャンあるんじゃないというところで、じゃあちょっと軽い感じで始めたんですよ、あれ。で売れるとは正直あんま思ってなかったんです、はい、あ、そうなんですか。期待しなかったんですか最初は。へー。でただまあ光くんと組んだり、うん、まあ、宮津子さんでやるのは、うん、なんかエンタメとしては確かに面白いなと思ったんで、うん、はいはい、やってみたら、はい、それもサーバーダウン、あれも全然ね、仕込みじゃないんで、はい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 、サーバーもダウンして、で売り上げもすごいことあって、うん、結構僕としてもすごいサプライズというか、うん、なんか絶対 YouTube 消えると思ってたわけじゃ全くなかったんですよ。へー。あれどんくらい売れたんですか。1週間で6億ぐらい。へー、すごいですね。すごい、はい、テレビ CM 言ってよりはるかに高価になりますね。いや本当に本当に。あれって多分僕も本業の方でいろいろリサーチするんですけど、はい、ヒカルさんだから売れたっていうのもやっぱありますね。そうですね。 YouTuber によっては売れる人と売れない人と結構分かれる気がするんですよね、うん、確かに確かに、うん、であとはあの件に関していくとヒカル君プラスさんのストーリー、うんうん、その宮迫さんをテレビ CM に、確かに確かに確かに、そうですね、あのやっぱこう掛け算が、であれも完全にヒカル君のアイデアだったんですけど、うん、あれはすごかったなと思いますね、うん、すごいっすよ、はい、本当にやっぱストーリーの作り方がうまいっすもんね。うまいっすね、やっぱね、うん、まあ、それで今年商ってどんくらいあるんですか。今年商去年で大体200億ちょいぐらい、うん、はい、でも利益どんくらいなんですか。利益で15億、まあ、まだまだですけど、はい、それってやっぱヒカルさんとかのそういう YouTuber を使ったセールスのおかげですごい伸びたんですか、それとも自力であったんですか。多分それってバーってこう名前が知れたのでやっぱ良くも悪くもヒカルさんのやつだったと思うんで、そういうイメージ強いと思うんですよ、はい、そこが多分印象が強すぎて埋もれちゃってるんで、そこ聞きたいなと思ったんですよ。だからそういった意味で、そうあの時も結構いろんなインフルエンサーの方が、はいはいはい、動画を上げられて、はい、でそれがヒカル君のおかげでもうロコンドの、うん、まあ、実際株価が上がったのは、うん、多分ヒカル君のおかげなんですけど、はいはい、利益もほとんどヒカルがもたらしたみたいな、うん、いやそれは違うよと、うん、でぶっちゃけじゃあさっきの売り上げの200億のうち、はい、大体ヒカル君始めて、はい、例えば他テンチームとか、はい、インフルエンサーブランドの売り上げって、はい、10分の1ぐらいなんですよ。あ、そうなんですか。やっぱり10分の9、90% はロコンドって今4000ブランド、はい、普通にこうロコンドで販売していて、はいはいはい、ここの上は僕らが手数料で
利益を設けてるんで、基本ここの売り上げがやっぱメインなんですよ、うん、僕それこそちょっとライブで、まあ、質問が来たんでちょっと答えてそれが切り抜きで回って社長がアンサーくれたっていうのがあったんですけど、はいはいはい、それですごい勉強になったのが、はい、僕も通販とかでキャスティング入れてバッて売ったりすることよくあったんですよ、うんうん、で多分ロコンドさんも、まあ、ヒカルさんとかそういう YouTuber の方使ってバッて売ってそこをなんかこうセールスポイントにしてる、要はそこを生業にしてどんどん伸ばしていくのかなって僕勝手に勘違いしてたんですよね、うんはいはいはい、それだったらずっとそういう YouTuber にお金を払い続けないといけないし、うん、変な話テレビに出続けないと物売れないみたいな状態になるとはと思ってたんで、はいはいはい、きついと思うんですよ、うん、ビジネスとして成り立ってないと思うんですよ、まあ、なんか博打みたいになっちゃってると思うんですよ、はい、そういう印象がやっぱ印象が強すぎたんで思ったんですよ、はい、でもあのアンサー見て社長が言ってたのは、まあ、テレビ CM それまでにたくさん打ってて、うん、だけど、まあ、効果はないとは本人言ってないですけど多分僕はあんま効果ないと思うんですよテレビ CM って今めっちゃないですよ、多少ですね、多少でもそれよりも YouTuber さんがバーって取り上げることで、はい、物も売れるけども、うん、企業ブランディングがつながると PR になると、だからある種別にテレビ CM 的な広告的な意味でやってるんだと、はい、それはなるほどなと思って、うん、要は変なそれがプラマイゼロでも、うんうん、企業 PR になればあそうですブランドが売れるわけですよね、宇宙からするとあの案件っていうのは、うんうん、プラマイゼロで成功なんですよ、うん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 、なるほどなるほどなるほど、ならば売上の 90% はその D2C 以外だからこ そうあんまり僕らもそこからこうじゃ利益を儲けようとそこまでしてないし、うん、だからこそ多分じゃ値段を安くできるとか、うん、多分そういうのもあると思うんですよ、なるよ、僕それはなんか、うん、すごい新しい発想だなって思ったんですね、まあまあ、そうかもしれないです、少なくとも僕らの D2C、うん、化粧品とかの分野では、はい、あんまりそういう発想ないんですよ、やっぱ、うん、キャスティング入れて PR かけて物を売って、はいはいはい、じゃあ回収できたのかとかやっぱりあるんですよ、はい、でもそこが違うっていうのは確かにもうテレビの時代じゃないんで、うん、新しいこうマーケティングのやり方なのかなって思ったんですよね、うん、結構多分いろんな会社は多分こういうやり方してて、例えばじゃあアマゾンさんってアマゾン .com よりもあの AWS ってあのサーバーのあっちの方が利益出てるじゃないですか、はいはいはい、であれも結局じゃあアマゾンで集客して、うんうんうん、でそこからこうサーバー用意して AWS に置けるみたいな、こう引っ張ってくるものと儲けるものってやっぱ違うものの方が多分ワークすると思っていて、そうですよね、フロントってことですよね、あそうフロント、ま、マッキエじゃないですけど、うんうんうん、なるほどな、えそこじゃ今後も業績が堅調に伸びそうなんですか、はい、まあ、そういった意味でこういうだから YouTuber さんとのいろんなこともしながら、うんうん、認知度をどんどん上げていって、うんうん、残り4000ブランドがじゃあ5000、6000になっていって上がっていけばまだまだ伸びるとは当然思って、うんうん、まあ、ルカがやってるって感じですかね、だから YouTuber の取り組みが、うん、まあ、マッキエとなってみんなに知ってもらって、はい、残りのこうメインの4000ブランドのものが売れて、うんうん、利益が積み上がるってことですよね、あそうです、なるほど、であとこれに関してもう一個言うと、うんうん、じゃあテレビ CM との大きな違いで言うと、うんうん、テレビ CM ってじゃあ1回流すじゃないですか、うん、でそこからじゃあそれこそ1回買ってもらってそこからまあリピーターになる、うん、この1回買ってもらうがすごい大変なんですよね、うんうんうん、でただこの D2C の場合だと最初にじゃあヒカル君のリザード買うために1回買ってくれるわけですよ、うんうんうん、もう何もしなくて、はい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 、でそこから他のブランド結構皆さん買ってくれて、そういった意味でこの1回買ってくれるっていう一番大きな壁をぴょんと乗り越えちゃうのが実は D2C で、要はなるほどなるほど、うん、要は会員を獲得できるわけですよね、そう、それはすごい分かったんですけど、はい、なんでもう僕が聞いてるからかもしれないんですけど、はい、なんでこれを言っちゃうんですか、これを言っちゃうとライバルが真似しますよ、いやもう結構やっぱ光くん宮迫さん以降みんな真似してるますよね、多分ある程度は、まあまあ、はい、でもまあ目立ってるのがぶっちゃけそんななさそうですけど ね、 で、 あとまあ僕らとも自負があるのが、うんうんうん、光くんと言っても思うんですけどすげえ大変なんですよ、はいはい、このフレキシブルに、そういうことでじゃあ LINE で毎日こうやり取りをして、そこにいるその侍さんもそうですけども、いろんな人と LINE でやり取りをしてスピーディーにやらなきゃいけなくて、だからうちもぶっちゃけこのじゃあ D2C ブランドってこのいわゆる総合的なこうプロデューサー的な立ち位置、あの役割って結構僕しかできないんですよ、なるほどなるほど、よく悪くも、はい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 、でこれって普通のじゃあ大企業のこう田園とした感じでできるかっていうと、まあそんなうまくいかないと思ってるんで、そこは小回り利くから、じゃあ再現性があるようでないってことですね、結構難しいとは多分思います、いやでも僕からも聞きたいんですけど、はい、あのじゃあロコンドがじゃあ去年、年商200億ちょいなんですけど、はいはいはい、ちょっと僕も恥ずかしいんですよ、なんでかっていうと、はい、青白富士もっと売ってるじゃないですか、まあ、年商300億、はい、みたいな話も見たんですけど、はい、いやこれ僕も興味があって、はい、年商300億ってこれすごいことなんですよね、はい、どうやって300億しかもホストとかしながら、はい、できるのかすごい興味があって、それはちょっと僕本当聞かれることがあのよくあるんですけど、こういう有識者の方に聞かれることないんでマジで答えたいんですけど、僕の今のビジネスモデルも完全版話しちゃうと、はいはい、僕はもともと青汁の会社いっぱい持ってたっていうのはちょっとひろゆきさんの配信とかで有名になってますけど、うん、はい、いろんな会社今大体10社ぐらいの株主なんです
よ。で三崎ホールディングスって会社の社長でもあるんですけど、そこは僕の資産管理会社みたいになってるんで、メインは、まあ、いわゆるこう D2C の会社をたくさん持ってるんですよね、うんうん、でそこのトータルの売上1社あたりじゃないですよ、全部の売上が300億ぐらい。あ、なるほど、はい、でなんでそういうことをやるかっていうと、僕はとりあえずひたすらこうあのバリューアップさせて、うん、時価総額つけて売りたいんですよね、うん、上場とかじゃなくて M&A で売っていきたいんですよ。買って、はい、そのホールディングスを売るんじゃなくて、まあ、買ってこの下を売るみたいな。そうです。多分まあそもそも外注しないで一から作ってます今。ゼロ一で作って、で僕の考え方は、まあ、青汁が分かりやすいので分かりやすく言うと、青汁の成功方法を見つけました、うんうんうん、このビジネスモデルのやり方クリアしました、うんうん、そして横転するんですよ。2社目3社目4社目ってどうせ競合出るからってことで作っていくんですよ。なるほど。でコピーしていくんですよ。でそれがトータルで10個ぐらい今あって、まあ、うまくいってるところいってないところあるんですけど作ってます。なんでみんな同じことやって、何かあったらみんな情報共有できるみたいな仕組みを作ると。え、じゃ あ, あのいわゆるこうなんかオーガニックグロースというか M&A で大きくなったわけじゃなくて、全然違います。自分のスキームで大きくなって。そうなんですよ。300億そうだ。あの M&A で買ってないんですよね、まあ、買ったこともあるんですけど最近は買ってなくて、僕は今年収ほぼないんですけど、キャピタルゲインでこう資産がどん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 入ってくるっていうスキームを作りたいんです。じゃあなんでこれができるかっていうと、はい、僕は今ここの YouTube がまさにそうなんですけど、うん、発信力を鍛えてるんですよ、うん、発信力を鍛えることでどういうリターンがあるかっていうと、別に YouTube の収益とか別にどうでもよくて、はいはい、要は人材採用できるんですよね。あ、優秀なこれから伸びそうな若手経営者だったり実績がある経営者がいっぱい来るんですよ。でそういう人たちに僕が青汁のやり方 D2C の魔法のノウハウを教えてやらせるんですよ、うんうん、なるほど。それをどん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 やる。それだからゼロイチで買収することなく、もう賞金だけで作れるんですよ。あ、なるほど。で1社あたり大体3、4億貸し付けして、まあ、うまくいくとことうまくいかないとか正直あるんですけど、うんうん、伸ばしていくみたいな。なるほど。そうだ、不思議だったのが、はい、ただ自分の会社はあんまりこう言わないじゃないですか。言わないです。あ、じゃあそれはじゃあ青汁を売るためじゃなくて採用メディアとしてやってるんですよ、はい、そうです。なるほど。で自分の会社名を、まあ、結構、まあ、世の中、まあ、すごく知られてるかっていうと分かんないですけど、まあ、そこそこ知られてる会社とか持ってますけど、うん、なんで言わないかっていうと、はい、やっぱり良くも悪くもこう表に出ると、うんうん、まあ、メディアとかがなんか書くじゃないですか。まあ、うんうん、いやなんか会社ってやっぱり、まあ、経営者だったら分かっていただけると思うんですけど、はい、いろんな問題起きるじゃないですか。そうですね。でそれをなんかうまく紐付けられて悪意があるように書かれるのがすごいリスクだし、業績に直撃すると思うんですよ、はいはいはい、だからあえて秘匿していて。なるほど。っていうことをやってます。だから青汁学院大学とかで D2C を教える大学とかもやったんですけど、はいはい、あれも純粋に社会貢献の一環としてもそうなんですけど、うんうん、まあ、裏テーマっていうか別にそれはあの正しいモチベーションだと思うんで言いますけど、人材採用も兼ねてます。そこから実際求人3人は入りましたね。じゃあ今言える範囲でじゃあこの10社まとめて何人ぐらいいるんですか、うんうん、従業員数。今従業員数で多分まあ150人とかじゃないですかね。10社で、はい、あ、じゃあ1社あたり15人とかなんですか。その10社が全部伸びてるわけじゃなくて、これからだよって会社もあるし、100億近くある会社も当然あるんですけど、まあ、僕がやってた時年商130億の時って社員数30弱だったんですよ、うん、へえ、すごいっすね。少なくできる業態なんですよ、はい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 、で今150人で300億。そうです。すごいっすね。そうですかね。そうかね。いやでもなんかそれはちょっとすごい僕実は不満があって、はい、自分がやってた時は、うん、自分一人で130億作ってたんで、はいはい、僕の理論上は10社あったら1300億になるはずなんですよ。まあすごい欲張ると、はいはいはい、だから全然ダメじゃんと思ってます、はいはい、いやでも一個本当マジで課題としては、はいはい、自分でやんないと、うんうん、なんかこうスケールしないなっていうのはやっぱありますね。なんかそれなりに伸びるんですけど、うん、突き抜けるのはやっぱ自分がやらないとダメだなってすごい思ってて、だからこの発信を今ひたすら頑張りたいんですけど、うんうん、まあ、どっかのタイミングで自分が社長として実業家としてもう一回次は1000億の会社とかを作るとかはやりたいなと思ってます。でその時にちょっとまたこれなんかどこまでテーマにそぐうかどうかですけど、はいはいはい、でもじゃあ僕としても本当こうじゃあリアルに不思議なのが、はい、じゃあ300まで来たじゃないですか、うん、なんかもっとじゃ1000ぐらいまで要は売らないで、うんうん、1000億ぐらいまでもっと大きくして、うんうん、こうなんかやっぱ1000億じゃ売り上げになってくると、うん、社会的価値というか、うんうん、どんどん上がってくるじゃないですか、うんうん、そこを満たさないんですか。そこに関してはですね、うん、僕たちの業態で一番トップが多分サントリーウェルネスとかなんです、はいはいはい、最近 あの売り上げみたいなのがわかんないですけど、うんうん、まあ、多分なんか500億前後だった気がするんですよね、うんうん、ちょっとごめんなさい、ちょっと定かじゃない、はい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 、テロップで間違わせてほしいです、はい、なんで、まあ、もちろんそれを超えるぐらいの志を持ってよって話かもしれないんですけど、うんうん、ただ一応てっぺんとしてはそこぐらいかなと思ってるんで、まあ、何社も集めてトータルで1000億はあるかもしれないですけど、はい、僕がやりたいのは1社で1000億いくような会社をやりたいんで、なるほど、なんで結論を言うと今の業態でそこはいけないと思ってるんですよ。そうなんですか。だからもうとりあえずキャッシュ化してそのお金を、例えば今だったらメタバースとか騒がれてますけど、はい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 、僕が本気でやりたいなって時に来るこう分野にお金つぎ込んで1000億いきたいんですよ。なるほど。じゃあその30社で1000億っていうのはあんま興味ないですね。じゃあ10社ですね。あ、今10社で300億。あ、ないですないです。3倍にして30社900、1000億。そこって
変な話、任せてる社長一人一人には企業ビジョンとか、はい、まあ、ビジョンとかいっぱいあります、はい、ありますけど、僕はただのなんかキャッシュエンジンでしかないんで、いやでもすごいですけど、それできたらなんだろうな、ビジョンってあんまないんですよね、はい、要は、はい、ひたすらこう発信力をで人材確保して、はい、キャピタルゲインを得るみたいな、こう、はい、なんか循環するスキームみたいになってるんで、はい、そこになんか金だけみたいになっちゃってるじゃないですかなるほど。でも次の僕の大きな中長期ビジョンはそのキャッシュを元に1000億いきたいんですよ。で1個の事業でなんかドアッとこういけるものを、はい、そうです。その答えがまだ見えてないっていうか、じゃあ何で行くんだって時にまだこれだっていうものが来てないし、少なくともここ何年かは発信していきたいなと思ってて、なんかでもね、僕みたいなじゃあ目線あれから考えると、普通にじゃあこの D2C 30社で1000億でもすごいと思いますけどね。いや大したことないです。意味ないです。全く意味ないです、はい。で、はい、僕それちょっと伺いたかったんですけど、うんうん、なんだろう、僕もいろんなお金持ち見てきたんですよ、うんうん、で僕もそれなりに資産がね、曲がりなりにも、ね、もう上見たらピリッキリがないですけど、まあ、はい、あると思ってるんです、うんうん、でもなんかこれ以上お金を稼ぐことに僕は幸せを全く感じないんですよ、うんうん。でなんでかっていうと、たくさん稼いで超金持ちになっても、うんうん、世間的には知られることってなかなかないし、うんうん、社会的こう成功じゃないんじゃないかなと僕は思うんですよね、うんうん、現代において社会的成功じゃないと思う、はい、それよりもある程度お金があって、うんうん、知名度があった方がすごいなんか有意義だなと思ったんです。この知名度は正直やっぱり、まあ、これあえて言いますけど、僕やっぱり有名になってからモテるようになりました。最高っす、はい、沢田くんみたいな、はい、センチメートで出てる沢田くんみたいな感じです。でもあとは純粋にいい人材ともたくさん出会えるようになりましたし、うんうん、何よりもこういうご縁が増えたんですよね。あ、いや、例えば僕が YouTube やってなかったらこういう機会って絶対なかったと思うんですよ、うんうん、でいろんな人に会えるようになったのはすごく嬉しくて幅が広がったなと思うんですけど、うんうん、その中で僕今回すごく社長にお会いしたかったのが、はい、上場企業の社長でありながらこういうふうにYouTube をやってる、はい、でまあ、発信をやってる人って僕なかなかいないと思うんですよ。だからそこはなんで僕は今いろんな動機があってそういう風にやってるんですけど、はい、社長はどういう動機でやってるのかなっていうのを思っていると多分、はい、僕のところにすごい来るのが、はい、社長で有名になりたい人めっちゃ増えてるんですよね、はい、僕の体感的に。あ、なるほど。それは結構むずくて、うんうんうん、知名度は金で買えないんですよ僕これ結論、はいはいはい、いろんなお金持ちの社長が有名になりたいって相談来るんですけど、うん、無理なんですよ、うんうんうん、でも社長のチャンネルは10万人間近だし、間近、まあ、はい、1回行ったんじゃない、一回行って、はい、落ちて、一回行って、落ちて、今落ちてるんです。あ、じゃあこの動画で持ち上げます。はい、まあでも、それでも10万人近くってすごいと思うんですよね。はい、あ、ありがとうございます。どういう気持ちで、そういうふうにこう、世の中に発信してるんですか？これも本当に、うん、本当申し訳ないですけど、はい、最初から YouTube になりたかったわけじゃなくて、はい、ヒカル君、宮迫さんで一回わーってなって、うんうんうん、でその時こうなんか Twitter でもいろんなこう視聴者さんがこう、うんうん、僕にもこうメッセージくれて、はいはい、で、ロコンド社長、YouTube やったら面白いんじゃないみたいなのあったんで、うんうん、こう軽い気持ちでやってみたんですよ。そしたらなんか登録がわーっと増えて、でやっぱり僕らがこう D2C やってると、はい、いろんなインフルエンサーの方が出てくれるし、はいはい、もっとまだ基本的にこうなんかどん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 気づいたら上がってたっていう、なんか基本的にはまあやってみたら上がったっていうのがあるんですけど、ただ今でもじゃあなんでやってるかっていうと、でもやっぱ僕としても一個あるのはそういうことで青白字と、いや僕としてもじゃあ YouTuber なかったらやっぱ難しいと思うんですよ、はいはいはい、こういうタイヤなんて、まあ、そうですよね、はい、だから結構やっぱあの、やっぱ何年かんだビジネスってネットワークの部分もやっぱあるじゃないですか、それがこの YouTube を通じて広がっていくというのはやっぱりあるし、あとはやっぱり僕らとしてはそのまあ採用もあるんだけど、うん、やっぱその靴を売る、でそれこそライブコマースって今中国ですごく、ね、どんどん上がってますけど、で日本ってなかなか難しいじゃないですか、はい、でただじゃあ YouTube でもじゃあそれ僕なんかがじゃあ宣伝することで、まあ、その1000万1億売れるかって言うと売れないんだけど、数百万ぐらい売れるなんか環境になってきて、だそういった意味はこう僕らみたいな e コマースの会社がテレビっていうメディアを持たなくても YouTube で靴とかいろんなもの売ることができれば、結構、ね、いいじゃないですか、なんかそのためにやってるのが一番大きいかもしれないです、やっぱこうそういうふうにね、結構ね知ってる人多いと思うんですけど、はい、知名度がついて良かったことってありますよ。知名度どうですかね。あ、でもそういった意味ではなんか最近はこういろんな新しいこう知らない人に例えばじゃメールとかするじゃないですか、はい、例えばツイッターでこうなんかコメントとかすると、はいはい、返ってくる返答率は上がりますよ、それくらいじゃないですか。持ってますか結婚してるんで。あ、そうですね。今後どうしていきたいかとかってあるんですか、はい、今後のビジョンみたいな。いやー、どうしていきたいかでいくと、じゃあさっきあの数字言いましたけど、やっぱ僕としてはその要はやっぱ会社をやっぱ1000億の会社を作りたいっていうのがあって、なんか1000億円ぐらいの売り上げがあると結構その社会的な認知がもうちゃんと出てくるというか、
そこに向けて今はとにかく頑張ってるって感じですかね。しなくてやっぱハードル高いですよね。いや高いです、であとは企業価値、やっぱうちなんか上場してるんで、企業価値もやっぱ1000億円ぐらいいくと、こうやっぱこうワンステージ上がった感じがなんかするんで、なんか YouTuber でいくとこの100万登録、そこをやっぱ目指してるっていうのはすごいありますね。いやでもなんかすげえいろいろねお話できて勉強になりました。嬉しいですね。そうそうそう、はい、あと自分の話も普段あんまできないのができるのは嬉しいです、はい、でこれちょっと最後にみんなに聞いて、はい、皆さんに聞いてるんですけど、はい、生まれ変わってもご自身にの人生をもう一回やり直したいと思いますか？それはやっぱどうですか、皆さんどう答えてるか分かんないですけど、はい、僕は、はい、全然楽しんでやってます。このじゃいや基本的に最後みんなに聞くと大体9割ぐらいがそうですって言います。ですよね、はい、そう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 、ということで、はい、いろいろ聞かせてもらってありがとうございました。あ、はい、あのもうちょっとで10万人もう一回カムバックですね。あ、そう銀の盾来ました。でも来たんですよ、はい、もう1年前で来たんですけど、はい、そこから今3700人ぐらい落ちちゃって、はいはい、あのもう3700人帰ってきたらもう一回来るんですか？もう一回あの銀の盾10万登録それずるくないですか？もう一回来たら銀の盾来ないと思うんですけど、ぜひ、はいはい、青汁工事のね、はい、視聴者の方が、はいはい、チャンネル登録してもらえると、はい、ありがたいです。概要欄貼っておきますんで皆さんよかったら見てみてください。はい、ということで今回はロコンドの社長田中社長と対談でした。皆さんチャンネル登録とそして高評価低評価、まあ、どちらでもいいんで皆さん思った方押してください。ありがとうございました。あれ？え？なんかあもう終わっちゃうんですよこれ。いや、はい、今日もともとあのテーマというか、はい、最初のやり合ったことじゃないけど、はい、動画でこういろいろ喋ったじゃないですか、はい、あの D2C とか、はい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 、でその話今日してないですよね。しないですね。しましょうよ。しましょうよ。マジっすか。はい、しましょうよ。マジっすか。いいっすよ。P2C は、はい、俺は意見は違うって。はいはい、そうそう、違う違う。じゃあじゃあよかったらもう田中社長の方のチャンネルで。撮りましょうか、はい。もう結構撮ってるんで。わかりました。じゃあ、はい、それも概要欄貼っとくんで、はい、皆さん、後半急遽決まったんですけど、後半はじゃあ田中社長のチャンネルでやりますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。